この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。雑魚がいるようだな。まったく世話の焼けるガキだ。雑魚がいるようだな。この辺りか。いつでもいいぜ、かかってこい。あっ、ぬりゃ、はっ、止まれ止まれ、あっ、つわっ、はっ、あっ、ぬりゃぬりゃ、うっ、つわっ、うっ、つわっ、ぬりゃぬりゃぬりゃ、はっ、あっ、その程度だったか。一つでは足りんか。雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。急いで進まねば。雑魚がいるようだな。よっ、せいせい、ほっ、よっ、ほっ、よっ、ほっ、よっ、すぐに片付けてやる。
卵ごときでは俺は倒せんぞ。ジュワリレレレだ。ザコがいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。というパワーだ。
これだけあれば十分だろう。怖いよ、お腹すいたよ。あ、リンゴだ、リンゴが落ちてた。ラッキー。ん？あれ？なんで夜なのにこんなに明るいのかな。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。
変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。お腹空いてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。お肉食べたいな。ん？何かいい匂いがするぞ。でもお肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。いや、母さんの肉まん食べたいな。いや、いや、いや、は、いや、は、お腹ペコペコだよ。決めようかな。じゃ、やってみようかな。バレたよね。やったー、お魚さんが釣れたぞ。じゃ、やってみようかな。バレたよね。やったー、お魚さんが釣れたぞ。
いやー、見れば見るほど若い頃の悟空そっくりだな。いや、あいつが言ってた特徴とも合っとるし。ってことは、もしかしておみゃーが悟空の息子きゃ。うん、僕、孫悟空。ほんでは、やんじろべ。悟空のやつとは、腐れ縁みてえなもんだないや。ピッコロに目つけられるとは、おみゃーも大変だないや。いやな、俺もうブルマからよ。孫くんの息子がさらわれて大変なのよ。助けてあげなさいよ。なんてガミガミ言われてまってよ。助けに来たってわけだぎゃ。でも迷ってまってな、全然おみやが見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、おみやさんラッキーだ。うん、ここじゃ飯にも困るだがや。えい、まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな、俺が狩りを教えてやるでよ。あ、助けるってそういう。そりゃそうだ。おみやを連れ返したりしたらピッコロに殺されちまうでよ。とにかくそういうわけだ。狩りのコツはちゃんと教えるでよ。狩りのコツはこんなもんだぎゃ。そんじゃ早速実践だぎゃ。おみやには言う通り狩りをしてきてもらうでよ。鹿は果物のなってる木の近くにおるでよ。やじろべえさん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。湧いてくる。鹿に見つからないように後ろから近づかないと。Thank you.
これなら大丈夫だわ。おめえなら一人でも生きていける。うん、帰っちゃうの？これでもよ、今神様んとこで修行してるんだわ。あんまり長いこと抜け出してると怒られるでよ。そろそろ一度戻らにゃならんのよ。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人だったな。食べるものはなんとかなりそうだけど、早く帰りたいよ。おめえも来てたら強くなれっぞ。なんだ、サイヤ人どもはまだ来ていないというのに強いパワーを感じる。確かめてみるか。千の奴が生き返ったわけではあるまい。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。どこのどいつかわからんが、敵であれば倒すだけだ。よう。よう。手合わせするとなれば、俺の修行の成果を確かめるのにもちょうどよかろう。ふん、雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。あっ！ぬりゃ！ずわりだ！ぬりゃ！あっ！ズワリレレラだ。そのごときでは俺は倒せんぞ。いや、地球人でこれほどの強いパワーを持つやつ、以前の天下一武道会に出ていた奴らか。いや、you
ザコがいるようだな。よっ。はっ。すぐに片付けてやる。ほう、見事な木だな。年輪を感じさせる巨大さだな。感じたパワーの源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。ザコなりに鍛えてはいるようだな。
随分な物言いだな。俺は貴様を信用したわけじゃない。いつか倒さねばならん相手だ。だったらそれが今でもいいだろう。ほう、貴様に俺が倒せるのか。俺は神様の下で修行をした。そういうことか。そしてその仕上げとして強者と戦い修行の成果を試すように言われ地上に戻ったが、貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せてやる。面白い。退屈していたところだ。相手をしてやろう。貴様は天下一武道会で孫と戦っていたな。そうだ。だがあの時の俺では孫の本気を引き出すことすらできなかった。では今がどれほどの力なのか見せてもらおうか。ズワクレー、どうした。俺の本気を引き出してみろ。行くぞ。ズワクレしておくか。思ったよりやるな。玉よけくらいにはなりそうだ。せいぜい修行に励むことだな。この野郎、言ってくれるぜ。調子に乗っていられるのも今のうちだけだ。必ず貴様を倒してやるからな。やってみろ。これは凄まじい木の塊だ。雑魚がいるようだな。
を感じたパワーの持ち主が貴様だと。そういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたな。そうだ、よく考えたらちょうどいいじゃないか。ちょっと修行の成果を試させてくれよ。何？死にたいのか貴様。神様の神殿で厳しい修行をしてきたんだ。そういうことか。卒業試験に自分より強い相手と戦うよう言われてな。だが今の俺ならあんただって倒せるはずだ。いつまでも悟空に先を越されてばかりの俺じゃないぜ。修行の成果を見せてやる。うん、死んでも知らんぞ。貴様は俺を知っているよ。なかなかやるじゃないかピッコロ。当たり前だ。お前が悟空と戦った天界地武道会に俺だって出ていたんだからな。そうだ、思い出したぞ。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だ。それを言うな。力の差を思い知ったようだな。